前なんかの動画で、うん、平井くんは苦手なクラブないって言ってたじゃん、うんまあまあ、そもそも入れてないとか、うん、難しかったら打てるスペックにするから、うんうん、苦手なクラブないよって言ってたけど、うん、いやそれでも本当あんじゃないのかなと思って。いやないよ。ないの？ないよ。あ、ないんだ。ない中にもやっぱあるよ実は苦手っていう判断はしてないけど、うん、満点を下げてる。100点満点にしてないから苦手じゃなくなってるっていう部分もある。あ、何？つまりその50点でいいよみたいなクラブがある。そう例えば俺の100点満点は平井博明のワンナップゴルフドライバーウェッジパターンは100点満点、はいはい、満点が100点。ヘアウェイウッド、うん、ユーティリティ4、5番やん、うん、は60点ぐらいだからね、満点が。だから100点で考えたら全然ダメじゃん。ダメだね。だけど60点が満点だから60点でいいわ。60点打てればいいクラブ。打てればいい。バーディー取るクラブじゃないし。バーディー取るクラブじゃないっていうのは結局ヘアウェイウッドでピンのってやらないでしょってことで、ユーティリティ持ってピンのってやらないの。でロングアイアンもそれやらない。当たるのが難しいから。そうだね。そうだから、そういう場面でそういうシチュエーションでピンを狙うクラブじゃないから、ワイドオープンになんとなく自分の思ったところに打てばいいクラブだから満点が60点にしてあって、なおかつ好きじゃないから、だから満点の得点を下げて楽にしてなんとなくペロンって打っときゃいいやっていうクラブをしてるから苦手っていう意識はない。あ、じゃあ次打てるところにあれば十分スイングできればいい。次のショートアイアンで勝負できるんだ。そうだから9P5258、うん、パターでバーディーは取るんでしょっていう。あ、そう、そのクラブがセカンドショットで残るとき、サードショットで残るときにバーディー取れなかったら、うん、そもそもダメだよねっていうことで先輩から言われて、それで練習内容をガラッと変わったから。変えたんだ。変えた。やっぱりドライバー多く打ってたし、うん、苦手なものを克服しようと思って苦手なものを一生懸命練習してた。でも苦手だった結果ね、うん、だからこのままでいいのかなと思ってた。そうなんだ。やっぱり良くなかった。うん、得意なものを飛び抜ければいい。やっぱそうなの。それは自分の中でいいの。絶対的に下手でいいんだよ、うん、下手でいいんだけど、自分の中では絶対にこの人に負けないショートアイアン、アプローチ、うん、パターって思えれば、うん、そこが勝負だから。だから相当ショートアイアン、ウェッジは練習したからね、うん、もう多分アマチュアの方が想像できない以上そうなんだね、多分ね、うん、それぐらい練習した。誰だっけな、ちょっと誰か忘れちゃったんだよな、メンタリストの大悟かひろゆき、うん、YouTube で言ってたんだけど、うん、苦手なところを克服するより、うん、もういいとこ伸ばした方がいいんだって。もう苦手なところってどんなに頑張ったって標準ぐらいしかいかないからって、うん、そう、だったら共にしかならないから、だから突き抜けまくった方がいいって言ってた。そうなんだ。もう本当思う。それは高橋さんにも習ったんだけど、うん、本当思う。言わせないようにしちゃえばいい。あ、他の人がもう飛び抜けて、うん、そうだから相当やった。まあ、でもさ、本当はさ、でもそれでも60点って言ってるからさ、人並みぐらいにはできるんでしょ。人並みぐらいにはできる。そうだよね。だから、うん、それもやってんだよ多分。どうただ、うん、プロ並みではない。ああ、まあまあまあ、うん、そういうことか、うん、プロの中じゃ全然だよ。だけどドライバーはもともと自信あったから、うん、そうだね、うん、ドライバー良くて、うん、ショートアイアン良かったら、うん、スコアにはなるから。あ、その間はあんまり本当50点でいい。ただ50点を完璧に打つかどうかだから。あ、それ50点が、ね、そう、絶対50点打てるっていう。49じゃダメなの。そういうことか。そう、その練習はしたんだ。その練習した。だからなんとなくさらって、うん、もうさらって打てるようにする練習もしたし、でそういうスペックを入れてるし。そうか。だから100を目指した50で打ってたらダメなわけよ。ミスだから。あ、そうだね、本当だ。50を目指して50で打てなきゃダメ。それはよくわかる。それ ね、俺ね、うん、勉強教えてる時に100点をね、うん、取りに行かせないっていうか、うん、例えば苦手な子がいるとするじゃん、うん、で難しい問題も当然出る、うん、最後の方って難しい問題ばっかじゃん、うん、
からまず君は頑張って計算だけ取れるようにしようっつって、うん、計算だけとにかく始めに教えるんだよ。で計算だけとにかくやったから、うん、計算だけであなたは40点取れますと、うん、だから絶対に間違えないで40点取ってきてねって送り出すんだ。へえ。で40点取ってくればいいんだけど、大体取ってこない、そこでミスもするし、うん、他の問題に手出して、うん、なんでこっちちゃんともっとねみんな知らなかったのとかってなるわけなんだけど、うん、もうそもそももともとこの問題難しいからこっちの方ができないって言ってたじゃんっていうことになるわけよ、うん、で100点満点で臨むんじゃなくて、計算問題が40点出るんだったら40点満点で40点取ってこいつって送り出すわけ、ね、それができなきゃ次のステップいけないんだよね。いけないよね。そうでしょ、うん、それと同じだと思う。同じね、うん、ゴルフで言うと例えば100ヤードのショットをグリーンに乗せるだけだったらじゃあ50点とします、うん、じゃあそれ完璧にグリーンに乗せてくれって言って、うん、ピンフラッグ外したら誰でもできる。100ヤード打てる人ならはい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 、はい、ピン刺すでしょ、うんうん、あ50点ってことは真ん中でいいじゃん。ピン打ってるから50点以上やろうとしてるねっつって、うん、あそうなんだ。ピンが立った瞬間にそうなっちゃうんだ。そう50点以上狙ってるから。そうなんだ。50点でいいって言ってんの。乗せりゃいいのに。そう乗せるのが50点満点なのにやるから。ここができると狙いたくなっちゃうんだね。そうやってって言ってないのにやるからやってって言ってないのに。そうそれが50点満点の30点とかになっちゃう。なるほどね。そうあそっか、そのピンがだって端っこだったらそこ狙ってそっち側に外れちゃうってことか。まさに真ん中打っときゃ乗るのに。そう乗らなくなっちゃうこともあるんだ。そう真ん中がピンになっちゃうから、うん、なるほどね。そうだから状況を見て打っちゃってるんだよね。だからさらっとじゃない、うん、ああもう狙ってんだ。狙ってんだ。しっかりやってんだ。じゃあ100点満点になりますよって。そう50点じゃなくなっちゃうじゃん。そうだね。そうあじゃあそのさっき言ったロングアイアンとかはそういう感じなんだ。そうここに行かせなきゃってなっちゃうと100点満点になっちゃうけど、そうじゃなくてこの辺り行けばいいやぐらいの。そうなの。そうやって打つようにできるようになった、うん、コースでピンを狙いたいんだけど、うん、自分の得意なロケーションだったらやりたくなるでしょ、うん、でも我慢する。それはでもあれなんでしょ、その次のショットが自信あるからなんじゃないの。それはあるね。だからそっちを磨かないとダメだね。そう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 。だから得意なものを作んなきゃいけないし。あそうか、その状況来たらもう俺の番だからみたいな感じにしとかないとダメなわけだ。だから俺の話をすれば、うん結局アプローチもパターンも得意なわけじゃん、うんうん、したらさ乗ろうが外れようがどっちみち得意じゃん。そうだね。だから楽なのよセカンドが。そっか。そう乗っても得意だし乗ったって外れたっていいんだから。そうだね。そうそれ強みだけどね。それは自分でも良かったと思う点だよね、うん、そうだから逆にセカンドショット今登録に言うようにセカンドショットを50点に下げられたっていうのもあるかもしれないけど、うん、でもそういうショットが苦手クラブには打てた方がいい。うん、うん絶対、まあ、それでも平井君のずるいところはそのドライバーが得意だからもう最初と最後得意だからもうねほとんどね。そうなんだよ。中たるみ OK なんだよね。そう薄まるよね。そう真ん中そう2打目ロングの2打目ぐらいでしょ。だってそう結局そうなの。他大体得意なんでしょ。そうそれはずるいよね。確かにね、うん、逆にその他の人の例で、うん、なんかこういうパターンもあるよみたいな。知り合いのプロ、うんなんかは、うん、ドライバー得意じゃない。ドライバー得意じゃないんだけど、うん、その人もショートアイアンアプローチパターが激うまなの、うん、なのにドライバー求めるからドライバーヘイウェイウッド求める。あでショートアイアンが崩れちゃう、うん、試合とかね。はいはいはい。そうだからさらっと打てんだよ、うんうん、さらっともドライバー打てるし、うん、飛ばすこともできるし、うんある程度なんとなくのショットは全然打てる、うん、だけど理想の球があって理想の距離があって理想の強さでバチンって打つことを求めちゃう、うん、そうすると崩れちゃう。後半絶対うまいからいいはずなのに、うん、普通のスコアになっちゃう、うん、パワープレーとかになっちゃう、うん、そういうことがもう平気で起こっちゃうね。あの苦手としてるものを完璧にしようとすると、うんうん、ましてあんまりドライバーなんて一番ワイドに打つ場所じゃない。そうだね。そこを点で求めちゃうとそういうことになる。本当こうペーンっ
ってドライバーを打てないとダメだからね。なんとなくもちろんバチッて打つ時もあるけど、うん、なんちゃないホールなんだったらなんちゃなく打たないといけないわけだから、うん、あいつも言われだ、それは何もしてないテレーって言って、そうそうそう、でなんだかバーディー取ってるみたいな、そう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 、その代わりじゃあそういうホールなんだったら、うん、ヘアウェイに行く確率も高いだろうし、うん、そしたらセカンドショット頑張れば、うん、アイアンとパターでバーディーを取れる確率が上がるじゃない、うん、そっちをやらなきゃいけない。そうすると練習方法が変わってくるでしょってこと。だから俺なんかはドライバーをそんな打たないの、数を。そうだよね、そう、あれができればいいでいいけど、そう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 、重要視しないからね、うん、だからよくね俺聞くの、アマチュアはそんなこと言ったってアマチュアは第1打のドライバーが大事だし、うん、第1打がまっすぐいかないとスコアにならない、うん、そりゃそうなのよ、そりゃそうなんだけど、うん、じゃあ何してるかって、さらっと打ってないでしょって、あ、気合十分でやっちゃってるでしょって。そうかそうかそうか、そうか、いかに楽して、うん、なんかある程度の点数が打てるかどうかなんだ。そうなの、だ平均70ずっと出してごらんって、めっちゃくちゃすごいよくなるから、満点を100として、うん、ああだこうだ言ってると、うん、もうそれこそ大変よ、もう80点見えなくなるから。ああ80点でも満足できない、できなくなるから、求めてるものがね100なわけだから、70点求めて80出してみなよ、嬉しくて出ちゃった時、そう、おれれれれってなるからこんないい球。そうするとなんかあれだ、ね、練習する時の意識も変わりそうだね。変わる、その通り、ほんとその通り。なんかそのベストでなんていうの、うん、今の超いいみたいなのを求めるんじゃなくて、うん、これぐらいだなって練習するよね多分。そうそう、これぐらいだなのショットが、うん、一クラブ一番って打てるでしょ、うん、したら全クラブ打ててくれるようになるから。そうなんだ、そしたら全クラブ楽になるから。ああ、でその自分のベストショットを伸ばすんじゃなくて平均を上げる感じなんだね。うん、そう、ほんとそう。だから前なんかサロンか YouTube か忘れたけど、うん、結局のところずっとその平均的な得点を出そうとしとくと、うん、スイングスピードも一緒になるし、あ、力感も一緒になってくるし、なんか向きになって振んないんだ。そうそう、で本当に100点ばっか求めると完璧な動きしか興味なくなってくんだよね、練習でも。うん、そう、そうすると減点された球の方が多くなるわけだ、数が。そうだね、うん、だから練習が面白くない、続かない、継続して練習できないっていうのもそこにあるし、アプローチなんかでもそうよ。これ今ちょっと5球用意して、うん、あの50ヤード打つにしても、うん、ああいう何だるそうに打っても、うん、全部ピンのとこ行くでしょ、うん、そう、あれが打てるようになったら、うん、ほんと90打たないから。あ、そうだね、でもあれをやろうとはしないから、こうやってやるでしょ、ちゃんとやるやるやる、そう、ちゃんとやるのはパターだけでいいから。あ、そうだちゃんとできないんだから絶対誰でも、うん、だから完璧求めちゃいけない。でも雑にはやっちゃいけないんだね。そう、雑にはやっちゃいけない。抑えるところはちゃんと抑えなきゃいけないんだけど、ただその気持ち的にやっぱりね、うんうんうん、ちょっと楽な気持ちになって、うんうん、こうポーンポーンって打てるような練習をしなきゃいけない。量が必要、必要必要、ね、必要必要です、ほんとそう。それにはもちろんアドレスの姿勢だったり、うん、ボールポジションだったり、もちろんそういうのもあるけども、うん、1球に対するその、まあ、気持ちっていうか意気込みとか、うん、そういうものが、うん、そう入り込みすぎてないかっていうのも大事だし、うん、そう、バカにするような楽な考えをしてももちろんダメだし、うんうん、まあなんとかなるから大丈夫よっていう前向きな楽さっていうのがすごく必要で、うん、だからもともと100点出ないからさ、うん、それに100点を求めちゃったら不合格ばっかになる。そうだね、うん、そういう練習の仕方なんかを考えてみるのも、まあ、変えてみるのもいいかもしれないですね。全クラブ
出なくてもいいんだって思ってもらうところから。いや本当そうよ、本当そう。打てる必要ないからね、打たなくていいから、うん、だから本当ドライバーとアイアンだけとかでもいいぐらいだからね、苦手なら、うんうん、苦手クラブはティーアップして練習したっていいし、うんうん、何もシビアに下から打つ必要ないからさ、うん、それって全部練習で悩んでる人、うん、うまくいかない人、飛ばない人とかって悩みがあるじゃない、うん、それって全部何に対して言ってるかって自分で分かってるかどうか、全部他人と比べるだけなんだよ。あー、そういうこと。一人しかゴルファーいなくて、一人しか打ってなかったらそういう気持ちにならないんだから。そうだね、そう、自分が当たり前なんだから。そうだね、そう。230ヤードのドライバーでも、うん、今平均だいたい250ぐらいって思ってるだけだから、うん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 、230しか全員飛ばなかったら自分が230ヤードだったら飛ばないって思わないんだから、うん、そうだね、そう、そういうのも考えてますかってこと、ちゃんと、うん、自分の体、スピード、筋力、うん、練習量、うん、そういうのも考えなきゃダメ、うんうん、ただ数字に追われてたってうまくはなんない。そういうのも必要です。そうだから全員曲がるんだったら自分が曲がると思わないじゃない。そうだね、そう、プロがいるから自分が曲がると思うわけじゃない、うん、そう、必ず自分は自分でいなきゃダメだし、飛距離もね、うん、そういう考え方を変えるっていうのもすごく大事なことですよっていう動画です。そうなんで苦手クラブあります、僕もあるんですけど、うん、苦手ってもう認めました。タオル投げて、はいはいはい、そう、ちゃんとタオルを投げて認めて、うん、満点を下げさせてもらって、うん、5、60点を満点として打ってますっていうクラブが14本だから、うん、苦手クラブはないですよってまんまに言ってるの。そうだね、うん、50点満点に満点下げたからね。そうなんです、半分でいいんだよ。それが打てんだったら苦手じゃないんだもんね。そう、50点満点だから。そう、テストの裏側よね。そうだね、小学校のね。そう、あんなもんですよ。そう、こんな全クラブ完璧に打てるって言ったらもうね、それこそテレビ映ってるから。そうだね、うん、なんで安心してください。苦手クラブあるんです。そうなんです。ただその中にもスペックだったり、そのそういうものを変えてより優しくはしてるんですけども、本当にこう自信満々に得意ですよっていうクラブって本当は少ないんですよ。なんで皆さんも苦手クラブあっていいんで、無理に克服しようとせず、あの工夫した練習だったり得意クラブをさらに伸ばすことを練習でこうやっていただければと思います。で今回はですね、苦手クラブやっぱりありましたっていう動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとかラウンドレッスンの先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。